パリーグ西武8、0ロ,ロッテ、2024年8月29日、ゾゾマリン。西武がついにロッテに勝った。初回に佐藤流星の4号ツーランで先制。6回は西二三塁から小賀の左中間への2点適時2塁打で追加点を挙げた。好投していた先発の渡邊雄太郎が6回途中、右足に外の打球を当てて降板するアクシデントに見舞われたが。 このピンンチにブルペンジンが奮起した。台風の影響による雨足も強まった9回には平沼の2点適時2塁打と殿崎の,の海日などでダメをし14安打8得点と打線も爆発したついに NPB ワースト記録を更新する開幕からの16連敗を喫していたロッテに勝利ロッテ戦の勝利は昨年10月3日以来331日ぶり 敗れれば1965年に南海に17連敗した東京、現ロッテに並ぶパ・リーグのワースト記録だったが、ギリギリで脱出した。